と揉まっとけば狙っとけば、ね、ちょっと北谷とか揉まってすごいダメじゃん。トータルは200万超えてね、もう当時からもう超売れっ子作家、うん、作家とは言いたくないけどその自由人ですかね。Ladies and gentlemen, welcome to North Village。はい、ノースブリッジの北里洋平です、うん、今日はですね、はい、高橋歩さんに来ていただきまして、こんにちは、歩です。何の宣伝があるかというと本日より我々の初の一緒に作った共著、うん、しのごの言わずやっちまえの予約がアマゾン等々で開始となりました、うん、はい、イエーイ。まあ、歩さんのとのその本の制作のインタビューは、うん、うちのチャンネルで今後定期的にアップされていくんですけど、うん、まあ、今日はその共著に至るまでの話とか、うん、まあ、本の内容とかに触れていければなと思ってます、はい、僕一番初めに歩さんのことを知ったのは20代の時で、うん、20代24ぐらいかな、うん、の時にまだサラリーマンだった時に、うん、初めてその本出してみたいって魔が差した時に、うんうん、魔が差したどうやってって言ってこういろいろ出版社回ろうとしたりとか何をしてる時に友達がいやよえとそういうのをバチバチにもうすでにやっちゃった人がいるよっていうんでこの本読んでみって言われて渡されたのが毎日が冒険だった、 M さんの、うん、まあ、25歳の時に書いた辞典だね、まあまあ、そうですよね、うん、そうそうそう、辞典かっこたんのかよでそれを読んだ時になんか食らって、そもそも24の時に本出そうと思った時にいやなんでお前がとか、うん、何書くんだとか、うん、なんでお前が自伝なんだとかなんかいろいろ散々言われた時に、うん、同じように言われながらもその本に書いてあったのはでも本屋さんにキュウリ夫人、野口英世、何々ロナウジージョ、高橋歩って並んでたら熱くないみたいな感じのノリだけで、でも出版社どこも OK してくれないからそのまま出版社ごと作っちゃったっていうんでそのまま作って出した人のそういう若造のストーリーが書かれてて、まあもちろん その中にはその出版社をやる前にその初めてバーをやる時のね、クエルスっていうバーをやる時の話とかも似たようなノリで、その時は確かあれですよね、あのそうもうあのトム・クルーズ主演のカクテルって映画を見て、うん、あこれじゃんみたいな、そうそう、うん、でそこが本の中では、うん、このこれじゃんっていう表現が、うん、いやその時俺は脳みそがスパークしてみたいな感じで書いてあ脳みそがスパークっていう日本語あったんだカタカナだけどっていうでそこで初めてその本で歩さんのことを知って、でもその一つの本の中に、うん、なんかこう自分の知らない日本語がいっぱい出てくるというか脳みそスパークとかあのビリーブは鳥肌とか日本語じゃないんだ鳥肌は嘘つかないあまあ確かにとか思いながらもその本にすごい感化されて、うん、僕はいきなり出版社を作るんじゃなくてその既存の出版社から本を出させてもらうっていう時に、うん、これは歩さんにアドバイスをもらうしかないと思って会いに行ったのがスタートだったんですよね。そうだよね、うん、懐かしいけど、はい、サラリーマンだったサラリーマンです、うん、そう今でも覚えてるんですけど歩さんにどうやったら会えばいいんだろうっていうのが想像もつかなくて、まあ、今だったらねその出版社やってるから、うん、そういう著者の人と、うん、まあ、いい感じに出会うためにはみたいな、うん、そういう小細工使ったりしますけど当時は全く分かんないから、うんうん、とりあえず歩さんの事務所にこう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 で会いたいです、そしたらもちろん今後も高橋歩もよろしくお願いしますみたいな業務的なのが業務的なのが返ってきてああこうこうじゃねえんだと思って、でそもそも歩さんは出版業界でも知らない人はいないぐらい200万部ぐらい、トータルは200万部超えてるね、もう当時からもう超売れっ子作家、うん、作家とは言いたくないけどその自由人ですかね一応でそれもサンクチュアリ出版で自分で作った出版社で当時出してて、うん、でその後当然のことながら大苦戦して借金まみれになって、うん、でやっとヒットで回るみたいになったらそれをその時やってた仲間に今の社長の鶴巻さんに譲って、うん、で本人はそのまま世界一周の旅に寿退社して行っちゃうみたいなだから最後で約束しちゃったからね結婚式の3日後から世界一周っていうので、そうでしょうがない、世界一周して戻ってきて、うん、そうこうしてる時に旅の時に集めた言葉を出して集めて出したのラブ&フリーですよね、うんうん、あれ何万部ぐらい売れたんですか、あれが40、40、うん、
あれってあれですよね、ニューヨークのモーマン美術館とかでも置かれたりするんですよね。そう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 、ニューヨークバージョンっていうのを出して、うん、まあ、単純に言えば日本でちょっと売れて一気になってたから、うん、やっぱなんか7つの海越えないとっていうので、うんうんうん、そのままワンピースブックスっていうのをニューヨークで建てたわけよねはいはい、はい、英語喋れないけど、うんうん、それでニューヨークで出版社作って、うん、モマに置いてないっていうのはダメでしょっていうことになってとりあえずモマっていう目標ができたんだよ。でも世の中の人はモマに歩さんの本置いちゃダメでしょって本当勘弁してって、あれは面白かった、気に入ったわけ、どういう感じで、うん、通訳入れてね、うん、すみません、あ、通訳して友達だけどただ英語で喋る友達に、うん、モマってどういう感じで置くんですかってモマ聞きに行ったわけ、うん、したらちょっとあっち行って聞いてくださいって言われて本屋で聞いて、うんうん、まず本屋に置けと、うん、で普通に送ったらもう何年待ち、うん、そのアーティストがモマに置かれるかっていう、うん、その判断に乗るのがいつですっていうシステムがないですと、うん、だからとりあえず持ってきたら一応受け取るとは言ったけど合ってるから、うん、でもなんか本当に受け取るのレベル、うん、で受け取ってもちゃんと評価されるのが、うん、それ判断されるまで何年みたいな感じだったから、あ、無理無理、こっち無理待てない、うん、でいつものパターンでとりあえずモマの本屋に置いてくれるって今日取ったから、とりあえず5冊かなんか最初入って、これマジで100回ぐらい売り切れにしてちょっと注目度上げようとか言って、あとちょっと成功したと思ったのは、うん、一応ニューヨークバージョンっていうのを作ったの。今までのはやっぱなんかそのもうちょっと素朴だったっていうか、うんうん、俺のその撮った写真と言葉であんまりデザイン性をモマっぽくないっていうか、うん、でやっぱモマに置かれるにはちょっとやっぱデザイン性が高くないとダメだろうって言って、うん、それを作ったのは正解だったね。ニューヨークエディションって言って、まあ、っていうのを作ってだいぶデザイン凝った感じにして、ちょっと読みにくいけどデザイン優先みたいな、ちょっとアート度を高めたみたいな、でそれを置いてなんか20回ぐらい売り切れにして、うん、っていう中で多分判断する状況に入ったんだよな。あー、それで OK ってなって、あ、うん、本当に置かれたっていう。ちょうど数日前に、うん、うちのデザイナーをちょっと締めるために、そもそもデザイン初めからこうああでもないこうでもないってこっちでディレクションさせないで、うん、初めからこういうもの出してほしいんだよっていうのを知らしめるために、うん、Amazon でポチッと当時のその、うん、モマで置かれたバージョンのあれを取り寄せて、うん、でたまたま俺がこう日本に戻ってきた時に、うん、なんかようやくこんな本届いてたけどみたいな感じで、うん、ああこれこれって言って、そしたらちょデザイナーも来て、うん、こう見たらえなんすかこれみたいな感じで、うん、一個一個見てって、うん、えこれやべえみたいな、その想定のカバーとかも広げると地図になってたりとか、うん、そうそうそう、なんかすごいでしょ、そうそうそう、いろんなところに、うん、えこの奥付けにあるこの何ずりみたいなところにだけ色がついてるの、うん、このためだけに2色にしてるとかなんかそれ以外のところもなんかバスの写真があって、その前のページに何かのシルエットがあるなと思ったら、うん、その次同じ形であるなってとか、そう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 、すごいなんかこだわっててっていう、でもこれなんか後から訴えられてどうのこうのとかいろいろ問題になったらしいよ。そう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 横田っていうデザイナー、ミノルと横田って組んでやったんだけど、うん、表紙にちょっと使ったイタリアの女の人の顔があるわけ、フリーペーパーかなんか、そうそうそう、それなんかイタリアであいつが拾ったフリーペーパーに載ってたのを適当にコラージュでかましたみたいで、いろんな新聞みたいなあれとかいろいろなのコラージュしてました、ね、そうそうそう、それの一個をでもよく見つけるよね、モーマのパワーでほんと勘弁してって思ったけど、イタリアで道に落ちてたフリーペーパーだよさすがに使わしてよ素材としてと思うんだけど、まあまあそんなこともあったけど、まあでもまあいつも似たようなあ、なるほどね、なるほどね、そうすごいタイムにちょうどその本をね久しぶりに手に取ったところ、でも今ワンピースブックス相変わらず黒字だぜ、そうです、ね、うん、すごいね、まあ俺が直接経営してるわけじゃないけど、うん、でもそのおかげで俺いろんな人にその、うん、いやうちで本出した時にワンチャンアメリカでも出せますよ、そうだね、うまく使ってるよねそれサンクチュアリ特権だったのにさそうだから僕の本もわらがきもアメリカで出させてもらったし、そうだよね、そうだよね、そうだよね、ちょっともまっとけば、狙っとけば、ね、ちょっと北田さんとかもまってすごいダメじゃん、だだなんかあゆみさんに言われたからなんかありえない感じじゃん
加熱密度だからそれじゃ動かないからそうそうでだいぶ話飛んだけどでそんな感じで、まあ、24、5歳の時にあゆむさんに初めて本を自分が作る時に相談しに行ったのを機にそっからですよね、うん、もうなんだかんだもう、うん、僕44歳だからもう19年前とかそうだねそんな経つ、ね、20年前とかちょうど20年前ぐらいに会いに行った感じですかね、うん、あそうで俺すごい覚えてるのは1冊目の本を協力してくれたから、うん、その後もいろいろ協力してもらえるかなって甘い気持ちで、うんうん、またなんかこうあゆむさんに次の本なのかなんかを相談しに行った時に、うん、沖縄でバシッと言われたのは、うん、当時自分はサラリーマンで本を出して、うんうんうん、なんならその状態でちょうど本の話があったから、うんうん、それで軽い気持ちであゆむさんにまた相談に行ったと思うんですけど、あゆむさんにいや俺らは自分たちで出版社をやって、うん、プロとしてやってると、うんうん、でお前はサラリーマンをやりながら本をやるっていう、うんうん、そういう意味では同じ土俵に立ってないと、うんうん、だから本腰入れて人生かけて本をやるっていう状態じゃないところで本を一緒にやるのは、うんうん、まあ当然無理だよなみたいなことを厳しく言われてすっげえショックを受けて東京戻って辞表出してました一言もやめろとは言ってない一言もやめろとは言ってまあそれで自分でノースブリッジっていう出版社を作って、うん、でまあ何がいけないってあのアイムさんの毎日が冒険って、うん、ものすごいアイムさんの凡人力が発揮されてるというかあでもこの人にこいつにできんだったらこいつっていうのも先輩に言うのも失礼だけどこいつにできんだったら俺もっと上手にできんじゃねえかとか思っちゃうんですよね、うんうんうん、で俺の設定では、うん、俺の方が賢いと思ってた少なくとも毎日が冒険読んだ分、うんうん、俺の方が減ってるぐらいに思ってたから、うん、よし出版社余裕っしょって思ってあれしたら、うん、もうものすごい大変で出版大変だよね意外になかなか金振り込まれないめちゃめちゃ金ある人以外なかなか回せねえだろうとかって思って初めに教えてよって思いましたよねそうそう大変って書いてるいやだけどその大変って書いてあるじゃんそれがすごいポップに書いてあるからポップに書いてある全てうりゃーとかで乗り越えてるからいやいそうそうそうお心び超大きいそうそうそんな感じで書いてるからまあうんいけるっしょと思ったら、うん、思ったよりも大変で初めの2年半ぐらい死ぬんじゃないかっていうぐらい金欠そうだよね結構最初大変だったよねこじらせにこぎつらせてっていう、うん、でも結局、うん、出版社をどうやったらいい感じにできるかのアドバイスを一個ももらえなかったんですよ ね一個ももらえなかったんだけどでも、うん、うちがなんだかんだ軌道に乗ってそこからいろいろ C 社とかリサイクルとかも展開できたきっかけになったのが、うん、M さんの本で初めてうちで出させてもらった、うん、夢は逃げない逃げるのはいつも自分だっていうのがボンって売れて、うん飲み会語録飲み会語録アイムさんが本じゃなくて飲み会で仲間に言うような言葉を集めたあれだからそれまでのアイムさんの方よりもうちょっとピリリと辛い感じにポエムってないそうそうそうちょっとあのきつい言葉がいっぱい集まったような本でもそれがすごい世に受けてそれが10万部ぐらいでそのおかげでなんだかんだこう回るようになってでそんなアイムさんとの初の一緒にやる協調という僕の中でめちゃめちゃ思い入れがあって、うん、例えばじゃあ自分でなんかエッセイ出しますとかなんやとかよりも、うん、アイムさんと協調をやるっていうのは僕の人生的にはすごいなんかでかいあれで、うん、なんか普通だったら、うんまあ、一応出版社をやってもうね、うん、20年近く経つんでこう考えるじゃないですか、うんどうやったら売れる本になるかとか、うん、どういうタイトルが今流行ってるかとか、うん、どの棚を狙うかとか、うん、今回 M さんとの協調はもう一切そういうことを考えるのやめようと、うん、途中からどんどんなくなっていったそっち側の話がそうそう一瞬しましたよ一瞬しましたよ解消したけどそうそう、うん、でタイトルを考える時とかも、うん、M さんと何かを唯一一つ言葉にまとめて、うんいうに発するとしたらなんだろうなって思った時の言葉がやっぱ死の子の言わず言っちまえっていうとこだったんですよねいい感じに浅い感じそうそう浅くて深いそうでもなんか今回の本は、うん、あゆむさんの毎日が冒険
の熱を超えるようなものを作りたいっていうところで、ちょうど我々店とか本とか出版社とかを同じ時代というか世代は違えどやっていて、似たようにこう歩むリズムで気合とか1億回転んだら1兆回起き上がればいいんだみたいな精神で7回で8回は少なすぎみたいな。そうでも普通だとそれってあ、それ歩さんだからできたんですよとか与平さんだからできたんですよって言われちゃうところをバカ2人が同じように気合と情熱だけでできましたみたいなところで言うと再現性あるなっていうところで、今回の強調の一番の意味はそこの説得力というか、そこだけでとりあえずいけちゃうっていう、それがみっちり入ったような本なんで、本日より Amazon 等々で予約が開始してますので、ぜひ皆さん予約の方お願いします。よい。大ヒットベストセラー作品を数々生み出す出版社を作った2人の男がタッグを組んだ。異例ともいえる2つの出版社によるコラボで作り上げたのは、夢を叶える最強の攻略法。最新刊高橋あゆむ、北里洋平、死の子の言わずやっちまえ。ああそうですね、いつかは自分のお店持ちたいですね。俺こう見えてめっちゃ本読むんですけど、いつか自分の本出してみたいですね。今はちょっとお金がないのでできないんですけど、お金が貯まったらやりたいですね。いやまだ有名じゃないんで、有名になったらですかね。死の子の言わずやっちまえ。自由であり続けるために俺らは夢で飯を食う。もうノリノリでぶっちぎる感だよね。どうにもならなくなったらどうにかなるしかないから。原稿何も書く前から出版社とかで言われたら、そういう憧れの人たちに全部出した上で、そこにドーンと自分の次元がある。いや俺生きてりゃ無敵なんすよ。どうにでもなるじゃん人生なんて。世の中のためになるとか成功につながるとかっていうことと1ミクロも関係ないところで必死になってる。父ちゃんとママが楽しそうに生きてないと、自分も大人になったら楽しくなくなるんだなって思っちゃうじゃない。ノースビレッジが一番小さいとしてロマンチックだよねって言ったら、もう他に負けてもいいやっていうのがマンチック中でしょうか。自由も幸せもなるものじゃなくて感じるものだからなっていうことだよね。やりたいことを仕事にするために自由奔放荒唐無稽な2人の叶え方、出版社創業編、飲食店開業編、結婚子育て編、南米マチュピチュ出店編。2人が示したのは情熱と行動力だけで何度も夢を叶える再現性。金なし、コネなし、経験なしという同じ条件で2人が別々に同じ夢を叶えたからこそ証明できた奇跡のメソッド。もしかしたらこれが夢を叶える最強の攻略法なのかもしれない。高橋歩、北里洋平、最新刊死の子の言わずやっちまえ、2024年11月1日全国書店にて発売。 Amazon で絶賛予約受付中。 Thanks so much for coming. Please go home safely. I don't forget to always walk on the wild side.